私は今 2DK に一人で住んでいます。事故物件です。安さに釣られました。おお、すごいですね。どうなんですか。 1DK と廊下を挟んで6畳ほどの部屋がある間取りとなっており、前の入居者が亡くなったのは6畳の部屋の方らしいです。私が入居する半年ほど前の話らしいです。幸い 1DK の方で生活が完結しているので、現在6畳の部屋は物置にしか使用しておらず快適に過ごしています。しかし1年住んでみて、慣れてきたり、在宅でできる副業を始めたりで6畳の部屋が少しもったいなく感じてきました。 1DK の部屋だけでも相場より家賃が安いので、今のままでも十分ではありますが6畳の部屋を使用するか迷っています。皆さんなら6畳の部屋をどうするかを参考にさせていただければ幸いです。てかそんなに安いんだこういうのって。ねえ、ね、すごいね。もう承知で入ったってことよね。そうだね、安くてもう選んだっていう、うん、多分事故物件ですって説明があって、うん、でも安いからいいやってなったっていう、うんうんうん、そこで悩むのによく借りたねその部屋。そうだよね、そうなのよね。俺もすげえ思った、うん、俺はまずさ絶対に選べないからさその部屋に住むということを。そうだね、うん、そこにはお安くていいじゃんってなるけど、うん、あちょっと怖いなと思うんだっていうね、その気持ちはあるんだね。ね、すごいよね。だからその壁を乗り越えた人だとして自分がどう使うかっていうね、うん、乗り越えたんだったらもう普通に使えるよね、うん、エアコンも取り付けちゃって、うん、寝室にして、うん、それ自己物件ってその部屋なの？俺はもう全体だと思っちゃうんだけど。確かにね、なんか何ならもうマンション自体とかさ普通に嫌だよね、うん、ね、うん、なんか捉え方がもうすでにカルチャーショックなんだけど、うん、なんか、うん、いやそうよ、この前提でなんか二択にされるのってむずい。まだそこってラインあるんだっていうね。同じマンション内で自分の部屋じゃないけど他の部屋で実家物件だったっていうのはどのくらい嫌だ。調べるけどね俺は毎回その家決めるときに。はいはいはい、うん、で同じだったらやめるっていう感じ。はいはいはい、まあでもまあ住んでて何か事件が起きましたみたいな、だったらもうしゃあないっていう話にはなるかもな。それでわざわざ引っ越したりはしない気はするんだけど、うん、なんかこう心理的な怖いなみたいなのがあるから選ばないっていうだけで、うんうん、いつまでたどるかみたいな話ではあるからね。そうだよね、うん、そうよ。俺はもう一切調べない、知らないで住み続けて普通に退去するっていう、うん、の方がいいっていう、そういうことね、うん、万が一調べて出てきちゃった場合が、うん、めっちゃ怖いから俺もうそんな嫌だからそれは、うん、住む前に調べられるじゃん。まあそうだね、うん、でもまあ調べたことはない。ないんだね、うん、そうそうか、近くにとか思うだけでもちょっとなんか、なるほど、うん、そうだよね、なるからもうすでに、うん、ない、まあうん、何もない街なんてないもんね逆にね。そうだね、確かに、うん、怖い気持ちになったらもう何にもないクリーンな物件でも怖くなってくるからなるほどなるほど、廊下とか、いや分かる、そうそうそう、建て替える前は何だったんだろうみたいなさ、うん、そういうところも思いを馳せ始めたらもうキリがないからね、うん、そうね、うん、調べる？いつも調べたいって思うんだけど、うん、忘れちゃうんだよね、うん、調べるのそう、うん、やっぱいろんなことあるじゃん、やっぱ引っ越したくて、うん、そうだね、で忙しいから後回しになっちゃって、うん、結局それを調べずに契約しちゃったりするんだよね、うん、だからいつも契約してから、うん、ここってどうなってんだろうと思って調べる、うん、調べるな、うん、すげえな。それで出てきちゃったらどうするの？出てきちゃったらまあその時に考えるしかないよねでも同じビルでも違うフローだったら俺まだいける気がする、うん、あ隣の部屋とか、うん、あ隣の隣とかだったらちょっと考えちゃうかも、ちょっとどうしようってその精神的にね、ダメージあるよね。友達がさ昔住んでた家がさ、うん、なんか事故物件だったらしくてさ、うん、あそうなんだ。そう、俺一回そいつん家行ったんだけどさ、うん、1時間ぐらいいてで帰りにその話されてもう一生行かないのこんばんと思って走るように帰った俺、怖かった。怖いねもうそう言われるとさ、もうそうにしか見えなくなってきてさ、ね、うんうん、なんかちょっと暗めだなみたいなね。確かにやばい昔住んでたそのアパートというかマンションじゃないんだけど、うん、その少し本当にもう多分200メートル圏内ぐらいね、もう全然近いエリアにとてつもない事故物件があったと、ものすごい凶悪な事件が起きたのがあって、最寄りのその駅まで歩くときにそこをね通るのがまあ普通なんだけど、最初はそのマンションしか調べてなくて、うん、全然大丈夫だなと思ってたんだけど、ちょっとこうパッてちょっと引いたらなんかやばいのがあって、うん、
でもそこの道俺も通れなくなってたからね、それから、うん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 、そこ何年か住んでたけど、うん、でやっぱ怖いよね。もう俺らが昔さ住んでたあの家だってさ、うん、結構なやつだったよ、なんか夜になるさ、うん、違うお腹になると音聞こえてくるどっかから。俺と山ちゃんが2人でいるね。怖いあれは、怖かったんだから、あれは幽霊じゃなくて、お化けでって、下の階の人が飼っちゃダメなバカでかい鳥を飼ってたの。もうなんかこんぐらいの鳥飼ってて、こんなでっかいカゴに入れて、そこダメなのよ、その飼っちゃね、ペット NG 物件ね。そうその人なんかでもなんか公園かなんかで飛ばしたりするのかな、なんか、ね、あそういう散歩みたいなね、やつをねやんなきゃいけないんだね。そう、うん、でなんかその人がこんなでかい鳥をこうやってね出てくとか何回も見たんだけど、バレないようにこうやってね、それはばったり会うってこと、それはその、あ、そうその最中にやってみたいな。だ逃げるんだ。いや無理、大きすぎて隠せないよ。こんなでっかい鳥見たことない、あんな鳥。普通に迷惑ね。その鳥がもうの声がもうなんかイエーみたいな鳴き声なのよ、マジでイエーみたいな。何かと思ったら本当に最初は本当にホラーだと思った。霊なんじゃないかみたいなね。そう、うん、だからねコナンのうん、ギーンバタンのこのギーンのとこみたいな音、声なんですよ。ああはいはいはい。だから隣の部屋のその扉とか、うんうん、なんかの音なのかって最初思ったんだけど、うん、なんか違うとこから聞こえてくるじゃん。もう定期的にギーンギーンって聞こえてきてるから、なんなのこれみたいな。絶対バレてるだろあの人。絶対バレてる。俺らだって上の階だったのに聞こえてたから、横とかでもガンガン聞こえてるから。最悪だろうな。見たことないぐらいでかい鳥なんだよね、マジで。売ってないよ、あんな鳥。本当に。なんかね、ワンピースとかに出てくる鳥みたいな。いそう。漫画鳥みたいな感じだね。あれすごかったね。あれ知らなかったらホラーなんだよ。いや、怖いですね。事故だね。そうだね。